ホワイトアルバム268回目、そりゃ点々点だよそりゃもう何も言えねえよ。前回は女優瀬野内晶から全ての告白を、受けましてね、春樹くんが壊れてしまいましたもうダメだ、この男はもうダメだ、これ以上は眠れない、何度目を閉じても何も考えないことに意識を集中しても、覚めてしまった目と覚めてしまった頭はどうしようもない。枕元の時計は8時、でもあの日から2日後の8時、30時間睡眠、そんなに寝てたの？30時間の睡眠は俺の頭と体から全ての疲労を取り除いてしまった。はぁ、明るくなってきた天井を見続けるのにも飽きて、俺は寄せばいいのに視線を横に向けてしまう。ふふふん、なんてバカっぽい寝ぼけた声でだらけた寝返りを打つやつなんかいないって知っているのに。いないってことを知ってて、それを確認するだけで心臓に鉛の冷たさと重さがのしかかってくるって知っているのに。泣いているのかを確認するのも怖い。今年の冬はこんなことばっかりだ。本当にそうだよな。クリスマスの時から。一度目は頑張って抜け出した。一つのことに打ち込み心をいっぱいにして、昔の元気だった自分に力を分けてもらった。二度目は頑張らずに抜け出した。ただ甘いぬるま湯で、とろけるまで温められ、ゆっくりと冷たくなった心を溶かしてもらった。そして三度目は、頑張った先に何があるかは見えない。頑張らないでいたらあっという間に凍えてしまう。ただ刹那に対してしてしまった仕打ちは消せない。他の女に刹那とのことを話してしまった事実は、近いうちに彼女も知ることになる。そうだよな、舞台、届かない恋が上映されるわけだからね。俺の口からか、友人の口からか、それともとある演劇の評判からか。今の俺はもがけばもがくほど刹那を裏切り、逃げても逃げてもやっぱり刹那を傷つける。元気ですか？何これは、どっち？あ、刹那からのメールが来てんのか。ごめん。だから一昨日寝る前に届いた刹那のメールを窓開けないままの自分がここにいる。そうは言ってももう脚本も上がってるし、出た、始まってる、ジアルフィーだ劇団ワトスね、座長上原竹谷がいるじゃん。どう考えたって実在の人間をモデルにするプライバシーの侵害だろ。そうだよ、ノンフィクションだぞ。本は読んだけど一応の配慮はしてた。3人の関係以外の描写はほとんどないよ。名前とかもちゃんと変えてんの？それでも付属の人間なら誰にだって特定できる。どうしてもっていうなら法的手続きを取ればいい。何？けどその場合は本人が直接訴え出てくれよな。今のあいつにそんなことができるかよ。あいつをあんな風にしちまったのはあんたんとこの部員なんだぞ。でもここで本当に竹谷がさ、この劇団に殴り込みに行ってくれてるのが本当優しいよね。謝って済む問題なら俺が土下座する。だから姫、瀬の内はそっとしておいてくれ。あんた、なんであの女をそんなにかばうんだ？例の付属祭でやった月山の鬼、うん、美咲さん脚本のね、思いっきり引き込まれてね。脚本じゃない、原作。彼女が上に進学してくれた時は歓喜したよ。あの時4年って、ん？あの時に4年。ああ、俺今7年生。なんだこいつ、今年卒業できなかったら方向なんだダメなやつ来週から期末試験だぞ先輩。新入生のオリエンテーションで彼女を見つけて、それから半年かけて口説き落とした。そこまでのものなんだ性能って。当時新進座のオーディションで内定出ててね、危ないところだった。はあ、俺でも知ってる、超大手じゃん。なんで蹴っちゃうの？有名どころなんて姫には合わない。ていうかすぐに上とトラブル起こすに決まってる。
彼女のためでもあったんだよ。瀬野じゃなくて泉と付き合ってるの？あんな化け物、化け物女としてなんか見れるか。確かに化けるものですからね、あの子は。何にでも化けますよ。人としては心酔してるけど、人間としてはちょっとお近づきになりたくないね。そう、人の言うこと聞かない、自分の言うこと曲げない、演目も配役も日程だって全部彼女の言うがまま。舞台の上では鬼けど、舞台の下ではレッサーパンダ。どういうこと？舞台の下ではレッサーパンダ。昔のまんまか。みんな座長ってのは俺の名前であって役職のことじゃないって思ってるよ。今度酒でも飲もうか。仲良くなっちゃった。ここ座長も苦労してんだな、変な服着てるくせに。おお、なんだこの組み合わせ。千秋とイオ、イオ。ああ、全部こっちに置いて。それとバナナパフェも早く持ってきて。かしこまりました。どうぞごゆっくり。これイオが呼び出したのかな。よし、来た来た。それじゃ、いただきます。うん、食べながら失礼するね。水沢さん、よく食べるね、昼間から。稽古に入ったらいつもこんなもの。どれだけエネルギー補給してもすぐつけるから。付属の時何度か舞台見たけれど、確かにものすごくエネルギッシュだった。舞台1回やるとね、10キロ減るんだよ。3日間食べまくってやっと元に戻るんだ。10キロ減る？すさまじいな。それ運動部超えてるかもね。私試合でもそんなには減らなかったな。私も何度かバスケ部の試合見てたよ。公式戦の時は舞台が通勤して稽古もできなかったし。ああそうなんだ。そりゃどう。食べてんな。めちゃくちゃ食べてる。で、話があるなら早めにどうぞ。私この程度なら10分で食べ終わるよ。ごめん。謝る必要ないんじゃない？どうせ心の中じゃ思いっきり喧嘩越しなくせに。見抜いてる。イオも気をつけろ、この女に関わるのは。じゃあ遠慮なしで行かせてもらうわね、泉千秋さん。いいのよ、6年来の付き合いなんだからさ。お互い話したこともない程度にね。ハルキのことなんでしょ。友達思いの水沢伊和さん。そうだよ。あなた一体ハルキのことどう思って。好きだよ。大好き。じゃなきゃ寝るもんか。さらっと言うな。何、あんなやつ好きでもなんでもないってそう言って欲しかった？それは自分の芝居のためによ。食ってんな。なんかこれもあれかな、食べながら喋るっていうことで相手に嫌悪感を与えるみたいな千秋の術だったりもすんのかな。ああすいません、めちゃくちゃ食う。デジタルオムレツ追加お願いします。なんだって。こっち。ああ、届かない恋を大学に持ち込んだのは姫だ。瀬能が、彼女がうちの放送サークルに売り込んだんだ。ああじゃあやっぱ、いつかこの舞台を実現させた時にこの曲が大学内に馴染んでるのが理想だったから。なるほど。
その音源を上げたのは竹谷だったんだよな。あの音源がどこから流出したのかずっと気になってたけど。関係者にもらったって言ってたけどな。関係者なんだよ。それ、俺。あの曲の使用許可は下りてるぞ。付属に確認したら、北条台の中で使う分には問題ないって。許可出したのも俺だよ。3人とも権利を放棄したから。ああ。とにかく、そのくらい姫は今回の定期公演にかけてる。何しろ3年前からずっと温めてきた企画だ。まさか本気だったとはな。今度の舞台のためなら人を騙すのも傷つけるのも何とも思わないくらい。ちょっと見てみたいけどね、千秋が演じる舞台届かない恋。もう十分騙したし、ものすごく傷つけたよ。それがたとえ自分に跳ね返ってきても何とも思わないんだろ。だったら跳ね返りようがない。だといいんだけどな。よくねえよ。姫はさ、3年前から彼らの熱狂的なファンだからさ。行き過ぎたファンが何をしでかすかってのは今回の件で思い知ったよ。自分の舞台で彼らの関係を表現するために彼らの関係を壊してしまった時、姫は一体どんな達成感を得るんだろうな。どうだろう、この矛盾君には解けるかな。知るか。ごちそうさま。これで今日も戦えるぞ。ほら、いいよ、怒ってんじゃん。さてと、もろもろの用事も済んだし、じゃあ私部室に戻るから。しなさいよ。待ちなさいって言ってんの。おお、ちょっとこの女同士の戦いは怖いぞ。そっちの質問には答えたと思ったけど、あんなんじゃ納得いかない。納得いかないならさ、自分がこうだと思った理由作っちゃえば。別に私反論なんかしないよ。相手のことを思ってるならあんな残酷な真似できるわけが。言っとくけどね、私初めてだったんだよ。あいつに求められたこと何でも調べたんだよ。まあ、はい。それは本当にありがとうございました。サンタクロースプレイから始まって、素敵なストッキングも履かせていただいて、履かせていただいてじゃないや、俺が履いたんじゃねえよ。履かせてあげて。相手を好きでいることと相手に嘘をついて騙すことは両立しないとでも。深いことを言うね。ってあんた好きだから騙したわけじゃないよね。最初から騙すつもりで春樹に近づいたんだよね。それが少なくともあんたのしたことのせいで春樹は深く傷ついた。今更好きだとかそんなこと言う資格なんて。へえ、じゃあ小木曽さんも資格ないね。最初に春樹を傷つけたのは彼女だし。いやな、私は彼女が傷つけた春樹を慰めて壊れないようにずっと守ってたんだけどな。それでも悪いのは私だけ。動機がめちゃくちゃだ。めちゃくちゃだ本当に。春樹を救ったって事実は変わらないよ。でも結局また壊した。あんたのしたこと何の意味もなかった。今度壊したのはそっちじゃないの。なんだって。あんたたちが余計なことしなければ、春樹は私の正体なんか知らないまま、いずれ普通に立ち直ってたんじゃないかな。あんたさ。その結果、春樹は小木曽さんと仲直りしたかもしれなかった。私のことなんか、すっかり忘れちゃってさ。ああ、それがだからやっぱその一周目のルートだよね。待てよ。おい。やべえよが。そのチャンスを台無しにしたのは飯塚君と水沢さん、あなただよ。おお、
ぶっかけた。お前に、お前なんかに何がわかる。あいつらの何がわかるってのよ。あなたにはわかるわけ。怖い。ちょっともう。ひどいことして悪かった。これ、ここの支払いとお詫び。助かる。今の時期、食費かかるんだよね。じゃあね。ガイアウッズ。ガイアウッズ。はあ、千秋がね。そっか、真のラスボスは千秋だったか。これは本当にキャラクターとして恐ろしすぎる。だからあのツイッター、ブルースカイ、まあどっちでもいいやにも同じこと書いちゃったんだけど、ダブルキャストやってる気持ちになってくる。誰か死ぬんじゃねえのっていう。ハルキ、こっちおいでよ。思い出すなよ。思い出しちゃダメだよ。あの堕落した日々を。でも堕落ってね、甘美な日々だからね。ダメだ。何度掃除機をかけても雑巾がけをしてももう新たな成果は見込めない。なんて今日3度目の掃除じゃこれ以上綺麗にならなくても当然か。ふぅ。トローカーに包まれてテーブルの前に座ると、そこには週明けのテスト対策用の教科書やら参考書、うち一冊を手に取って練習問題のページを探す。また思い出しちゃう。だから考えるな、何もするなっての。バイト入れておくんだった。これがでも真の千秋中毒禁断症状かもしれないですね。試験前だからってこの1週間全てのバイトを外したのは致命的なミスだった。試験勉強もとっくに出題範囲はカバーしてる。しかも週明け初日の分どころが全科目。どうせなら忘れないうちに早く試験をやってほしい。いや忘れてもいい、そしたらまた勉強できる。矛盾してるけど何も考えずに頭を使える。変わるよ、ハルキが何もしなくても時間が何かを変えることもある。全部演技なんだよこれ。瀬野内明が演じた千秋ちゃんなんだよ。何しろやることがない。洗濯もとっくに洗うものが尽きた。この狭いワンルームで見つかる火事なんて半日もあればすぐに終わってしまう。やることがなくなったら余計なことが頭を巡る。だから何でもいいから忙しくなりたい。眠気もとっくに枯渇した。もともと睡眠時間が短いのに日々無理やり10時間以上寝たつけが回ってきている。ましてや眠ることに何の嬉しさも見出せないのなら。だからさ、もうずっと思い出してんじゃない。何も考えずに時間が解決してくれるのをじっと待つの。うるせえよ。こっちもプチ切れちゃった。うるせえよ。そんなはずない、そんなことあるわけがない。2番線ドアが閉まります、ご注意ください。大丈夫これ。なんかハルキ君飛び込んじゃうんじゃねえだろうな。ついに電車に飛び込んじゃう。怖いな。もう南スエツグ駅20時8時8分発御宿駅各駅、つまりスエツグ町20時10分発、岩津町駅20時15分発。まだこの時間の電車は残ってたんだ。岩戸町は上総か。学園祭の練習後初めて上総と一緒に乗った。これ大丈夫。ちょっとこの白線の内側までお下がりください。飛び込んじゃうんじゃないの。大丈夫かな春樹くん。そんな今の俺にとって意味のない考えにふけりながらベンチに座り、改札へと向かう人たちを眺める。改札をくぐりけれど目的地もなく、こうして駅のホームに佇んだまま。
10を優に超える電車が俺の目の前を走り去り、100をはるかに超える乗客が俺の目の前を歩き去った。仕方ない、だって最初から目的なんてなかったんだから。ただ部屋の中に残るあいつの匂いに、その存在感に耐えられなかっただけだから。1番線に電車が参ります。それでずっと駅にいるって結構な不審者だぞ。最初の3日は飽きるまで現実逃避した。目を閉じて眠るに任せ、目覚めても何もするでもなく天井を見上げ、こうやってしばらく何もしなくても我慢の限界に達しないくらい、あの時の衝撃は大きなものだったけれど、元が貧乏症の俺だから一人で呆然と佇んだも72時間が限界。そこからは能動的な逃避が始まった。掃除、洗濯、試験勉強、体や頭を動かす仕事を見つけては何も考えずに落ち込んで時間を消費した。次の3日後、とうとうすべきことを全て見失い、人の喧騒で気を紛らわせてくれる場所を求めて街へ出た。南スエツグです。お降りの際は開くドアにご注意ください。もしかしてここで来る千秋がと思ったけど違うか。それから2時間、日はとっぷりと暮れ、日中から冷たかった空気は今は底冷えするほどに凍りつき、息は白く鼻先まで冷たく、手足のつま先、爪先はしびれたように感覚を失い、体中が冬の気温に翻弄されている。こんなにも情けない状況に自分を追い込んで、それでもバカバカしいと思えない今の俺はとうとう気づいてしまったらしい。千秋に裏切られたことがこんなに辛いって、刹那とすれ違った時と同じくらい悲しいって。だってただの裏切りっていうだけじゃないもんね。なんか一番線全部演技で舞台にしますってなんだよそれ。半年前に遭遇して一方的に近づかれて、ことあるごとに搾取されて、お返しに説教して、状況も心境も腐れ縁的にも俺たちが自然に近づき合う方角ばかりに向いていて、俺はその天の采配を神に呪いつつ、けれどそのため息をつく口は結構端が上がっていたりしてた。けど本当はそれら全ては天の采配なんかじゃなく、一人の天才的な役者の演技によるものだった。一緒に堕落しようね。堕落しちゃったな。うるせえよ。あいつの言う通り俺は堕落したの。地獄の底でいくら待ってもあいつは降りてこなかった。自分一人だけ堕落さしといて、なのに騙されたことが悔しいんじゃなくて、今あいつがそばにいないことが悲しいだなんて、あいつ以上にバカだな俺。電車を降りた人たちが改札に吸い込まれ、ホームはまた束の間の静けさを取り戻す。帰ろ。喧騒と静寂の狭間を十分に堪能した俺も、2時間ぶりに立ち上がると、帰路を急ぐ人たちの背中を追いかけて、おっと危ね、大丈夫。2時間以上も座りっぱなしだった洗礼を受け、すぐにベンチに座り直す。おう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 。脳から酸素が一瞬にして消え去り、視界が色を消え失せ、続いて白から黒へ暗転する。おこれ本当に大丈夫、駅で倒れたら大事になるよこれ。ははあまりの典型的な立ちくらみに自分を嘲笑するしかなかった。仕方なしにしばらく目を閉じて、真っ暗な視界のまま上を向き、血液を頭の方に集中させる。そうすればゆっくりとめまいは収まり、いつも通り自分の視界を取り戻せるはずで、あれ。けれど数分経って気づいた、ただの酸欠じゃないって。なんだ、体壊してただけなんだ、この寒さにやられていただけなんだ、それとも実はもっと前から体と心のバランスを崩していただけなのかもな。ははそう気づくと、さっき自分に向けていた嘲笑が今度は安堵の笑みに変わっていくのがわかる。助かった、これで少しは頭が鈍る。もうこれは壊れてる、この男は壊れてる。しばらくあいつのことを忘れられるな。
もうボロボロだよ。あ、2月になっちゃった。今月末だよ、舞台届かない声。お、電話。寝ぼけた頭で枕元の携帯を探っているうちに全身に相変わらずの倦怠感が戻ってくる。あれから這うように家にたどり着き、そのままベッドに倒れ込み、そしてどうやら日が変わった日曜もすでに日が真上に上っているくらいの時間が経過しているらしかった。その間俺は喉が渇いてお目が覚める以外はずっと待望の夢も見ない睡眠に支配されていた。ファイ、え、誰？男子学生一竹谷じゃねえの？携帯なんだから出て当然だろ。そんなくだらないことを確認するために俺の貴重な携帯バッテリーの寿命を削ったのか？ついこの間10日間も着信を無視し続けたことを俺の口はイケシャシャと無視した。元気そうだな。誰？男子学生一って。久々のある意味快適な時間を邪魔されたことに朦朧とした意識の中で俺は少しばかり腹を立てていたのかもしれない。元気なわけあるか。まだ頭がフラフラしてる。熱下がんねえ。そうつぶやきながら同時に額に手を当て頭を振り、今の自分の状態をチェックすると、見事に言葉通りの体調が維持されていた。この状況で明日から期末試験に突入とかあまり考えたくない。さっきまで感謝しておいてなんだけど。ああ、それでか。何が？今日英語史の試験来なかったからさ、出席も取らない講義に毎回出てたくせに試験だけサボるなんて豪気だなって。同じ学科のモブ友達か。友近じゃないよな。友近はもう今は亡き。待て、今日何曜日だって？確か英語史は2日目だった。ゼミ仲間から電話はどうやら今の俺があの夜から3日後の俺であることを告げていたらしかった。つまり俺は土曜の夜に倒れたまま火曜の昼までベッドの上でうなされ続け、いや実際にはぐっすり眠っていた。体温を測るときっちり39度。結構危ないね。をキープしていた。ちゃんと休んでいるのになんで回復しないんだ。普通さ、ああ、千秋ちゃん、千秋ちゃんという風邪薬。そうやって体が治るまでじっとしてるよね。劇薬だったなこの子は。ちゃんと守ったぞ俺。ゆっくり寝て何もしないで薬飲んで。ああ、一つ抜けてるじゃないかこのバカ。これだけ体力消耗しているのに栄養を取らなくちゃ回復するわけないだろ。ここ数日飯食ってないんだぞ俺。だとさ、これで3科目パーだなあいつ。お、あ、千秋いるじゃん。そっけなの。わざわざ代わりに電話かけてやったのに。代わりに。ああ、面倒かけたね。だいたいどうして自分でかけなかったんだ。お前ら付き合ってんじゃなかったのか。この男子学生1は飲み会の時にいた彼かね。どうでもいいじゃんそんなこと。ただ試験に来てなかったからどうしたのかなって思っただけ。それだけ？心配じゃないのか。心配は心配だけど今はそれどころじゃないし。まあそうだよな。今回全部落としても進級は余裕の北原に比べて、泉は一つでもミスったら進級なんかどうでもいいけどね。どうでもいい。うん、まあいいや。ありがとう。それじゃあ私帰るから。あ、おい、ちょっと。でもこれ千秋は、千秋は心配してくれてるんだって今一瞬心を許しそうになったけど、なんだこの笑い。やだなあ、もう本当にナイーブなんだから。春樹は別に振ってないってのに、あんまり困らせないでほしいな。こっちだって今一番大事な時期なんだからさ。なんか嬉しそう。悪いけど今は温めてあげらんないよ春樹なんて。そっちから願いするかな。いやもうダメだよ、禁断症状出てるから。千秋ちゃんというお薬がないと。
パスタ、レトルトカレー、カップ焼きそば、クラッカー、缶詰、ミネラルウォーター、あとは調味料。飲み物しかない冷蔵庫に絶望して最後の取り立てばかりに焼けた食器戸棚の再現断は一応それなりの災害対策にはなっていた。けれどそれらは病人の俺にとってはどれも健康の時に限ってありがたい品物に移る。乾麺、刺激物、胸焼け導入剤、無味乾燥の塊、どれも弱った消化器にクリティカルに効きそうな面々だ。はぁ、コンビニまで出るかという考えに行き着くも、その瞬間全身で拒否するような気だるさに押しつぶされ、情けなくも床にへたり込んでしまった。このまま外出するとマンションから出る前に救急車のお世話になってしまうかもしれない。だからといって家で食事を作る方が運動量的にはよほど危険かもしれない。それでもこのままでは何も食べずに寝てばかりではこの3日間の経験上回復は見込めない。よし、ほんの数秒の水準の瞬瞬のうち一つの金言が俺の頭にひらめく。家で倒れる分には誰にも迷惑をかけない。死んじゃうよ、だから死んじゃうやつだよ。別で冷静な判断ができていない可能性は十分あるけれど、まずは自力で飢えをしのぐ方法を模索してみることにした。しかし、さてと何を作るかと考えた瞬間、結局ほんの数秒前の短足をもう一度吐くしかなかった。パスタ、レトルトカレー、カップ焼きそば、クラッカー、それに缶詰。結局料理などと大きな口を叩ける素材など最初からここには存在しなかった。この中で何とか口に入られそうなメニューとなればスパゲティか、それともご飯に缶詰。そうだ、その瞬間俺の頭の中に少々反則な病人食が思い浮かんだ。まさかカズサの時に作ったやつじゃないの？缶詰のなんか作ったよね。劇団ワトスだ。みんな集まって。試験中に集まってもらってすまない。だが初日までもう一月を切ってる。これからは1分1秒たりとも無駄にはできない。というわけで今日のところは第一幕を通しでやってみたい。吉田、頼むな。吉田って出てっちゃったやつじゃなかったっけ？お、何？グラフィックあんの？今日はちゃんと読み込んできてる。イケメンじゃん、吉田かわいいな。あ、なんかでも顔で選んでるとか言ってたもんな、座長が。なるほど、それも納得。瀬の内、何かあるか？姫、一言あるかって聞いたんだな。姫。ああ、そうね。鬼なんだよな。鬼姫なんだよな。演技で気をつけてほしいところは。どうした？悪い。今日は乗らない。各自個人練習に切り替えて。は？おい、姫。自由だな。じゃあ個人練習始めちゃおっか。やってられるか。もう劇団アトスぐちゃぐちゃだよ。水カップ3杯、醤油、酒、塩、だしの素、具は缶詰でも OK、 ただしあまり味の濃すぎないもの。これそうだよね、絶対あのカズサの看病イベントの時に作ったやつ。パスタソースなんかを使えばリゾット風味でいい感じ。ご飯が炊き上がったら水を張り、材料を入れて柔らかくなるまで煮立せ、火を止めて卵を入れて、あ、慌てて火を止めたコンロの周辺には熱い湯気が漂っていたけど、それは何の匂いもない。ただ白湯が蒸発しただけの無味湿潤な水蒸気。鍋の中は火を止めたにもかかわらず、まだ空気の泡を吹き出すほどの熱気にあふれている。あぶね。どうやら夢で料理をしていたのと同じくらいの時間ずっと沸騰させたままだったらしい。湯気に当てられて気を失っている間中、後に残るはさらなる疲れと食欲の伴わない空腹感。全身から溢れ出る大量の汗とともに、なけなしの体力までごっそり奪われてしまった気がする。これは本格的にヤバいのかもしれない。そろそろ救急車のお世話になることを本気で考えた方がいいくらいのレベルで。最近体弱くなったな俺。いや、
心が弱くなったのかな、それとも報いなのかな、裏切ったから裏切られたのかな。助けられたばかりで誰も助けられ、助けられたばかりで誰も助けられなかったからなのかな。なんだ、結局俺が全部悪いんじゃないか。ピンポン、まさか。お弁当温めますか。ああ、少しぬるめにお願い。病人が食べるんだから気をつけてよ。これ千秋が看病に来てくれるってこと。かしこまりました。なんだかんだ心配してくれてんだ。カツカレー1つ、合計で1120円になります。カツカレーとかかき揚げ天丼とか食べさせるなよ病人に。そんなに嬉しいか、自分でぶっ倒れてることが。え？え？びっくりした、すんごい大きな声出しちゃった。ここで来た、ここで刹那、ここで来た。そうだよね、今だからピンポンのタイミングとコンビニ行ってるあれ、なんかちょっと時系列おかしいなとは思ったんだよ。でも普通に千秋が来たんだと思ってた。来たよ。え、これ幻じゃない。幻影を見てるんじゃないの。ごめんね、突然押しかけちゃって。本物や、演技じゃない、これ千秋の演技じゃない。頭がぼーっとしていたからに違いない。いつもなら呼び鈴が鳴ったらちゃんとインターフォン越しに相手を確認するのに。試験なのに春樹君来たよ。それで研究室に電話してみたの。うん、なんで。やっぱり頭がぼーっとしていたからに違いない。質問よりも先に答えを言われてしまうなんて。来てよかった。これは女神様が降臨なさった。これはついに来た、制裁だ。やっぱり刹那、やっぱ刹那のこと好きや。俺刹那のことが好きや。刹那ダメだって、もし映ったら。これは制裁だよ。うけれど今刹那の目に気圧されたのは決して頭がぼーっとしていたからじゃないと思う。すぐにベッドに入って。来客がいるのに。そんなこと言ってられる状況じゃないっていうのは、ハルキ君の顔を見ても誰でもわかるよ。この流れで刹那を上げてくるっていう。そうか、だから千秋がえって言ったのは刹那が家に入っていくのを見たってことか。ああそう、ああそうか。刹那にしては珍しい怒りの表情と口調と声。どうしてじっとしていられないの。どう見たって立ってられないくらいだってわかるよ。いや、刹那が来てくんなかったら危なかったよこれ、本当に。さっきまではじっとしてたんだって、ただ食事を。ごめん、でもちょっと涙目っぽいのがあまりにも刹那だった。あまりにも刹那。ご飯なら私が作るから、お雑炊でいいよね。俺がおとなしくベッドに退散するのと同時に、刹那は手に下げていたエコバッグから次々と食材を取り出した。それは一人分でも二人分でもなく、一人が一週間は暮らせそうなくらいの量とバラエティだった。そんなに買ってきてくれたの。それらを冷蔵庫にきちんと整頓して入れると、刹那はとうとう俺が散らかしたキッチンに目を移し、そして視線が止まる。湯が煮立った鍋とそばに置いてあるボンゴレソースの缶詰に、それはその米だけは残ってたから。これは料理のできない人でも作れる料理で、病気で動けない人でも作れる料理とは違うんだよ。覚えてる、刹那、これ、この料理。うん、刹那も覚えてた。3年前俺が刹那に習った唯一の料理、俺が和田に食べさせた唯一の。本当に来てよかった、来て
泣いてんじゃん、刹那。いや、ちょっと待ってよ、刹那。刹那手記。刹那手記。刹那という、これはまた新たなお薬がやってきました。刹那。顔を見るのも声を聞くのも一月ぶり。涙の浮かんだ瞳を見るのも、おえつまじりの叱咤を聞くのも、やっぱり一月ぶり。できたら起こすから。だから、ゆっくり眠って。うん。刹那はさ、千秋のこと知ってんの？多分知らないよね。竹谷とかも話してない。いや、どうなんだろう、話してんのかな。千秋の正体というか、永瀬さんの正体というか。なんてうなずきながら、俺の視線は刹那の後ろ姿を離れない。いやらしい男だよ。来てよかったわけなんかないだろ。俺を許していいはずがないだろ。そうだよね。だってあのクリスマスぶりだよね。だってね、俺また新しい罪を重ねたんだぞ。刹那のこと今でも裏切り続けてるんだぞ。そんな本当は言わなくちゃならない言葉たちを、でも今はずるくも封印する。刹那がこっちを見ていないのをいいことに、俺だけが久しぶりの刹那の姿を瞳の奥に強く焼き付ける。熱に浮かされてなんて、そんな都合もいい言い訳を並べ立てながら、やっぱ刹那だわ。なんかほんと自分も都合いいこと言ってるけど、やっぱ刹那だな。持つべきものは刹那だな。ゆっくり食べよう、暑いに決まってるんだから。ふぅふぅ。刹那を作ってくれた雑炊は、白菜やニラなんかの野菜が少し入っただけのあっさりしてて消化のいいシンプルなものだった。なんて思ったら、口の中に転がる小さな感触はボンゴレソースのあさりだった。飲み込める？うん。いいなあ、刹那。多分1週間ぶりぐらいの固形物は、それでも柔らかく煮込まれていたくらいで、煮込まれていたせいで、スルリと喉の奥に滑り込んでくれた。ゆっくり食べたいだけでいいから。めちゃくちゃ優しいもんだ。もうこれはやられる、やられちゃうよ。千秋のさ、あの悪魔のようなイベントの後にこんな天使、こんな天使が現れちゃったらもう本当にね。でもどうしよう、これも全部演技だったら。刹那も演技が下手っていうわけでは、あ、いや演技は下手か、この子は。ただ腹黒いところあるからな、この子はこの子でな。女はみんな女優っすよ。気をつけないといけないっすよ。だったらもう本当人間不信だよ。何も信じられなくなっちゃうよ。南スエツグで飛び込みます、電車に。心配していた怒りの猛烈な拒絶反応もなく、それどころがきちんと活動を始めてくれたようで、猛烈な空腹感がけれどゆっくりとせり上がってきた。残しても大丈夫だから、冷蔵庫に入れておいて、後でチンすれば。チン？え？チンに食いついた。今の話、チンするってお母さんの口癖なの。やだな、映っちゃった。かわいいな、かわいいな、このこれ卑怯だよ。弱ってる時にさ、こんな、いやこれは好きになっちゃうよ。あは、笑わないでよ。さすがに私でもおばさん臭いって思うよ。悪い。油断して適当に口に挟ん囲んだ雑炊が、笑った罰だよと言わんばかりに熱さで口の中を突き刺すけれど、今はそんな刺激さえもんが懐かしく、口の中をどれだけ傷つけても雑炊を運ぶサジの動きは止まらない。どうして誰にも連絡しなかったの？悪い。私じゃなくても、イオやタケヤ君頼ればよかったじゃない。誰でもちゃんと看病してくれたよ。そんなちゃんと食べる俺を見て少し満足したのか、安心したのか、刹那の言葉が少し説教がましくなる。昼間ずっと寝てたし、少しだけ目が覚めると言っても、覚めるといつも真夜中でさ、今電話したら迷惑かなって。迷惑なわけないよ。昔は夜中の3時だって平気で電話してたじゃない。電話してたな。それはあの時辛かった、苦しかったって言われる方が、たった今辛い苦しいって言われるより、私には辛くて苦しいんだからね。理解しにくいぞ、その言い回し。やっと春樹くん
君らしいツッコミが入ったね。明日もしっかり休むんだよ。ちゃんと治るまで大学もバイトも禁止だからね。そんなことしたら試験が、俺進級できなくなるって。その代わり明日は病院行って診断書もらってくるの。そしたら先生たちも考慮してくれるよ。なるほど、そうかな。春樹くんはどうせ出席率いいんだから大丈夫なんて、私の保証じゃ頼りないか。そんなこと。病院行くのも辛いかな。そしたら私付き添うよ。いいよ、刹那だって試験あるだろ。私の方は昨日でも安全圏突破しました。一番危ないと思ってたフランス語の手応えがよくってね。そうか。一緒に進級しようね。一緒に卒業できるといい。いやー、切なー。くっ、熱のせいでちっとも気の利いた受け答えができない。ただ口に運ぶ雑炊が熱くて口の中が焼けて、だから涙が出そうになる。おかわりいる？うん。いやー、ママだなこれ。もう切な、切なママだな。刹那の俺とは違う優しい説教はこの雑炊と同じようにするりと腑に落ちていく。俺なんかの押しつけがましい説教とは違い、あくまで優しく温かく染み込んでいく。だからこそ誰にも連絡しなかったのは刹那に知られないため、なんて言葉も今は封印する。なるほど。刹那がショックを受けることも、お互い気まずい雰囲気になることも、今の俺にとってはとても辛く苦しいことだから。ママ、ママ、3日分のおかず作っておいたから、ちゃんとチン温めて食べるんだよ。ママディスキルザメン。ボヘミアンラプソディになっちゃいましたけど、いやー、チンいいね。刹那のチンいいね。ありがとう、本気で助かった。それから刹那は1時間くらい俺の部屋にいた。持ってきた材料で手早く料理を作り、ラップをかけたりタッパーに詰めたりして、次から次へと冷蔵庫と冷凍庫に放り込んだ。ほんとできた子だな、刹那。素材も腕もありきたりだから、味の保証はしないけどね。もう一回チンって言って。本当にありがとう刹那。ちょっと、それ返事になってないよ春樹くん。ああ。3年前初めて俺と勝田に料理を振る舞ってくれた時と比べても、きっちりと3年分の進歩が見て取れるくらい腕が上がっていた。だから味も昔以上に美味しいに決まっている。そしてきっと病弱の俺の体にも優しく、しっかりと栄養にも気を使っている料理に違いない。それじゃあ、そろそろ帰るから。帰っちゃうの？これ以上いると春樹くん余計に疲れちゃうだろうし。ああ、食事の用意もできていなかった俺に夕食を作ってくれた。そしてさらに作り置きの食事まで用意してくれた。刹那も自分の役目は終わったって思って当然なくらいたくさんの優しさを残してくれた。だけど俺の体がまた一人に戻ることを拒否している。これもでも調子いいこと言ってるよな。ここでまた刹那シュキシュキってなっちゃうのも、まあ俺もそうなんだけど、散々こう刹那からメール来たらさ、うわ刹那だよみたいなリアクションとかしちゃってたけど、でもこのイベントは卑怯だね。これだけ傷ついた時に来る刹那。薬ちゃんと飲んで寝るんだよ。熱も下がってないのに大学行こうとか絶対に考えちゃダメだからね。ああ刹那が俺に背を向けて靴を履いている。俺はそんな彼女の背中に心の中で伸ばしてはいけないはずの手を差し出している。もしもさ、今刹那を背中から抱きしめて声を上げて泣いたら、刹那は俺のこと優しく抱きしめ返してくれるんだろうか。それとも困ったように突き放して、もう元に戻らないって諭すだろうか。じゃ、刹那チンしてチンしてくれ、俺をチンしてくれ。うん、なんてそんな強引で身勝手な真似刹那に対してできるはずがなかった。あいつにはいくらでも無茶しで貸したのに、嫌がるかどうかなんて考えもしなかったのに、千秋には。俺にとって刹那は特別だから。
ねえ、ハルキ君。え、ありがとう。まだ私を、いやこの部屋へあげてくれて、むしろ来てくれてありがとうだよね。でもなんか余計感情がぐちゃぐちゃになってきちゃったこれさ、ここで、そして今度は背中からじゃなく真正面からセスナを抱きしめたいという衝動に駆られる。不意打ちじゃなく正面切って彼女の気持ちを確かめたくなる。どうして今日来たのかって、俺を許してくれるのかって、3年間ずっと傷を抱え彼女を避け続けた俺を、一月前嘘をついてさらに彼女をさらに傷つけた俺を、セスナを締め出す鍵なんてかかっていないどころか取り付けてすらいない。本当にありがとう、ハルキ君。返事になってないって。なってるよ。かわいい。セスナ卑怯だな、ここで本当に。一月前彼女を裏切り自分だけ助かろうとしたせいで報いを受けてしまった俺を、そして俺はセスナが許してくれるなら今度こそ彼女を全部抱きしめるんだろうか。無理やり激しく強引に、彼女が泣いてももう二度と離さないくらい強く。そんな資格があるのか、そうすべきなのか、そうしたいのか。せつな、あのさ、俺はせつなに、え、なにおっとこれは家の前でずっと待ってたんか、千秋。いや、永瀬。いや、偶然。翔子さん、男の部屋からのお帰り正解です、合ってます。隠さなくたっていいよ、さちの家は一戸建てなんでしょ。でもここマンションじゃん。翔子さんはどうしてここに？私、晩ご飯買ってきた帰り。この近所に住んでるんだ。千秋、いや、刹那、騙されるな。かもね。鬼だぞ。鬼だぞ、この女。かもって。そうだ、一緒にお弁当食べない？ちょっと買いすぎちゃってさ。読めないね、これどうなる。はい、ブラックでよかったんだよね。ありがとう。そんなにきつかった？カツカレーってかなり重いよねそれを病人に食べさせるんじゃないよ。残してもよかったのに。出されたものは残さず食べろってずっと両親に言われて育ったから。いい子なんだ、刹那は。子供の頃からずっと。どうかな？いい人なのは私じゃなくて、家族だと思う。そういうセリフが捨ててくるあたりはすげえよ。すげえよ。ほんと、刹那はすげえよ。あったかい。お弁当も冷めちゃってたもんね。だったね。よかったね。え、何が？あがいた甲斐があったねってこと。彼氏と仲直りしたんでしょ。どうしてそう思うの？千秋も探ってんなそりゃ部屋から出てきたところ見ちゃったらさ。あれは彼が病気で倒れちゃって食事もままならないみたいだったから。そうなんだ。そいつは良かったね。彼が弱ってる時なんて絶好のチャンスだもんね確かに絶好のチャンス。まあ別にそんなつもりで。彼、逆境の時優しくしてくれる女に弱そうだもんねそういう時の相手なんか誰でもじゃないや。刹那だからこそ優
優しくできたんですね。まあ何も言えねえわ全部正解だから何も言えねえわ。翔子さん、なんていうかちょっとがっかりだな。え、私刹那の彼に幻想を抱いてたみたい。幻想？刹那が好きになる男だからきっと心から本気でいい男なんだろうって、勝手に自分の中で理想像を作っちゃってさ。それがいざ蓋を開けてみると、自分のしたこと棚にあげて結局刹那にすがってる。なんでそんなこと言うの？刹那の話だとすごく誠実で真面目で、そのせいで自分を追い詰めてハマるやつだと思ってたのに。なんか見てきたみたいに言うんだね、彼のこと。ああごめん、気悪くした。なら謝るよ。見てきたどころかチンしたからね千秋とはチンしたからね。別に怒ってないけど、ただ詳しいなって。詳しいも何も妄想なんだって。でもいいや、刹那がそれで満足ならいい。ちょっとあっけなかったとは思うけど。残念だった？そういうことはないけど、予想は外れたな。春までは引きずると思ったんだけどな。春までは引きずる、この前にもそんなこと言ってたよね。この春に何かあるのかな。だってそういうスケジュールなんだもん。スケジュール？暖かくなって心も浮き立つ季節だから。そっか、まあ何でもいいや。どうぞお幸せに。じゃあ私もう行くから。お前なんで来たんだよ。会える？どうかな、悩み事がなくなっちゃったなら。あなたにとって私の存在意義なくない？じゃあ今日のうちにもう少しだけ話をしたいな。刹那気づけ。私の話聞く気長瀬じゃないよこの女は。これ以上のろけ話なんか聞かされてもね。ダメかな。おお泉千秋さん気づいてた何それ、知ってんの？知ってんの？ここで泉千秋さんは刹那。どういうこと？どういうこと？フェードアウトじゃないんだよ。なになになに、え刹那なんで知ってんの？今のかっこよかったな。正解でいいのかな。竹谷とかから話聞いたのかな。なんだ、分かってたんだ。性格悪いよ、おぎそさん。おぎそさん、今繋がったばかり。どのあたりで？当たり前のようにマンションの前で待ってたし。偶然だって言ったじゃん。お弁当2つあったし、それに冷たかった。名探偵刹那だな。それも買いすぎちゃったって言った。それに弁当が冷たいのが一体何の。せっかく差し入れ持って行ったのに、私がいたから入れなかったんだよね、春樹くんの部屋。お家に持ち帰ってから温めるつもりだったかも。かもしれないね。本当はどうなの？水沢さんから聞いたの、私の本名。伊予か。伊予も竹谷くんもそういうこと言わないよ。へえ、そうなんだ。春樹には告げ口するくせにね。ってことはもしかして、それはあなたと春樹くんの問題だからじゃないかな。よくわかんないな。私と春樹くんの問題にあなたのことは直接関係ない。おこの、いやとんでもない図式になりましたね。鬼姫 VS 歌姫この姫バトル。いやあ、そう、千秋さんのことはたった今春樹くんから聞いたばかり。そうか、やっぱ春樹くんが話したんだ。その時は
翔子さんのことだなんてわからなかったけど。ところが間抜けな大根役者が勝手に自滅して、舞台裏を何もかもさらけ出しちゃったってことか。別にそういうわけじゃ。あの玄関でさっき話したんだ。よく話したな、春樹くん。どこまで聞いてる？私のこと。どんだけの下道っぷり聞いちゃってるかな。下道っぷり。そんなことは一言も。ただ辛い時に救ってもらったって。なんてフェアなやつ。ううん、自分にアンフェアなやつ。そういうところあるよね、春樹くん。もうちょっと言い訳すればいいのに。ほんと春樹くんはさ、何でもかんでも素直に話しすぎなんだよ。全部正直に言うなよ。そうだよね、言い訳すればいいのにね。とんでもない女に騙されて、利用されて、ボロボロにされたって泣けばよかったのに。いいよ、教えてあげる。私が彼に何をしてあげたか、そして何をしでかしたかをね。千秋さん、ちょっと芝居がかかっちゃうかもしれないけど、そのあたりはご勘弁。私こっちの方が本職だから。はあ、演劇部の瀬能さん。そうだよ、同級生だよ。ほんと懐かしいね、小木曽さん。卒業式以来かな。私知ってる。確か知ってるんだ。学園祭の時から主役張ってたよね。その割には全然気づかなかったよね、私の正体。ごめんなさい、舞台の上のあなたとは全然イメージが違ってて。ああ、それ厳密には違う。舞台とそれ以外が違うんじゃないの。全部の私が別人なんだ。どういうこと？刹那と話してた永瀬翔子も、春樹にまとわりついてた泉千秋も、ワトスで猛威を振るう瀬の内明も、全部別の人格。中学の大会で演じた通夜、付属祭で演じた柏木四姉妹と同じ一つの役なんだ。じゃあ本当のお前は何なんだよ、千秋さん。あ、でも そこがきっと鍵になってきそうだね。本当の千秋は一体どこにいる、誰なんだっていう。もうすぐね、二人増えるよ。誰あろう、小木曽刹那と東馬和紗。本人に言うなよ。さすがに名前だけは変えるけどね。軽蔑したっしょ、許せないっしょ。どうしてそんなに悪ぶるのかな、自分のこと。それが今のあなたの役回りなの？別に、ただ冷静に客観的に自分のしたことを分析しただけだよ。春樹はね、私を押し倒したよ。言うろうとして、相手が女だからそれもできずに、私の上でワンワン泣いてたって。言うなよ。恥ずかしいこと言うなよ。あ、これにはさすがね、さすがの刹那も動揺を隠せない。ほら、だんだんムカついてきた。別に引っ張たいて、いやダメだ、挑発に乗っちゃダメだ。刹那頑張れ。なんでそんな見えすいた演技するの？確かに演技だけどさ、見えすいたってのは傷つくな。私自慢じゃないけど。だって千秋さん、ううん、翔子さん、あの時あんなに嬉しそうだったじゃない。はあ、いつのこと？冬休み明けに会った時、絶対にいつもの翔子さんじゃなかった。冬休み明け、しばらく見ない間に翔子さん、あ、なんだかすごく可愛くなったなって。そうか、だからあの春樹くんとの堕落の日々を送って、だから
本当の千秋もそこには幸せを感じてたんだと思うよ。何か役じゃない何か冬休みの間に役を超越した何か愛情みたいなものが芽生えてるんだよねきっとね。本人も自覚でしてないんだろうけど。違う、そんなバカな。今まではそういうこと包み隠さず話してくれてたのに、そうやって急に口ごもるところなんかも可愛いよ。だからそれは、そんな気づかれるはず、気づかれるはず。あれが演技だったらもう高三。どうかな。演技だよ。だって私天才だし自分で言う。自分も騙せるくらい。なんでそんな性善説なの。犯罪を告白している人の無実まで信じちゃったら世界成り立たないよ。それは昔の話だよ。今は自白なんて証拠にならない。私が喜んでたのはね、今度の定期公演の本が完成したからなの。あんたたち3人のキャラを掴み切ったからだったの。ほら、今度こそ許せなくなった。私たちがあなたを許すとどうしてダメなの。刹那強いな。何このレスバ。すごいレスバトルが。いやー、千秋バーサス刹那熱いわ。姫対決熱い。あんたたちは昔からの強い絆で結ばれてる。それは私みたいなノイズを憎む排他的な絆なの。そんなに強いのかな、私と彼の絆って。私あんたたちのリアルに介入するつもりはないの。ただこの芝居が終わるまでは本気を保ってたい。ヒロインと同じように彼のことを思っていたいだけ。だから私を憎んで嫌って、けれどあと一月だけは放っておいてほしいんだ。そんなに難しいお願いじゃないっしょ。嫌うなんてできないよ。憎むなんて絶対に無理だよ。せつな、ハルキ君は絶対にあなたを許すよ。お、それってどんだけエムよ。そういうこと。だって彼は裏切る辛さも裏切られる悲しさも知ってる。何があっても誰も憎まない、誰のせいにもしない。泣いたんだよあいつ。私に騙されてすんごい大声で泣き叫んだんだよ。最初は嘆くけど結局無条件に許す。かけてもいい。かける。なんでよ。それこそが相手にとって一番の罰だって。まだ気づいてないからかな。意味が分かんないよ。春樹くんが好きなんだね。あんなやつ好きでもなんでもないよ。骨の髄まで利用しただけだよ。だからその罪悪感で先に進めなくなったのかな。刹那煽ってるように感じるよ。私にはよくわかる。やめようよ決めつけはさ。頬の一つでも殴ってくれた方がよっぽど。でもごめんね、私もあなたを憎めない。ありがとう翔子さん。それでも私はあなたに救われたよ。どいつもこいつも。おいおい、荒れてきたな。あの時頑張ろうって思えたのはあなたのおかげだよ。あなたが励ましてくれたから、あなたが心を解きほぐしてくれたから。でも結局私に壊された。同じ人を好きになっちゃうとそういうこともあるよ。私も3年前壊したから。はあ、
違うって言ってんのに、私をかわいそうな子に仕立てないでよ。千秋が汗をかいている。この立ち絵初めて見るかも。珍しいよ。好きでもない男の人に簡単に抱かれることなんかできないよ。好きでもできない女の子だっているのに。好きでもできない女の子。どうして私を女の常識に当てはめるわけ。小木曽さん、あんた人の言ったこと理解できてる。そのつもりなんだけどな。何か間違ってるかな。何か間違ってるかなというより、何か間違ってないところはあるのかなって感じ。会話成立しないね。やってらんない。帰る。いや、これ刹那の勝ちだわ。ありがとう。実はお腹ペコペコだこれもう追い打ちかけてるように感じるな。そうやってまたいいとこ探しする。私あんたのことが嫌いになりそうだよ。ごめんね。本書き直したよ。今のあんたは私の知ってる小木曽刹那じゃない。かな。強くて優しくて、そしてなんてほろかな女。ここで本音出さないなんて私には理解できない。お互い様じゃないかな。強い。刹那。刹那が強い。やっぱ真のラスボス刹那だわ。刹那強いわ。ここでお互い様じゃないかなって言えるのは強い。少なくとも私は本気でそう思ってないから。ねえ千秋さん。何。どれだけたくさんの役を演じてきたとしても、やっぱりあなたは一人しかいないんだよ。帰った。さよなら翔子さん。今までありがとう。おお、激アツイベントやったな。刹那すげえわ。これ話したんだね、お家でね。辛かったんだ、俺あいつに裏切られて辛かったんだ。そう。振り向いた刹那に俺がしたことは強引に抱きしめることでも、その優しさに甘えることでもなかった。ただ真実を、俺の犯した新しい罪を正直に告白した。クリスマスの夜さ、刹那とすれ違った時と同じくらい辛くて悲しいって思っちまったんだ。ふーん。あの夜刹那と別れた後、たった数時間で別の女性を受け入れてしまったこと、その後10日間にわたり刹那じゃない女性とこの部屋で暮らしていたこと、そんな弱虫で卑怯者の最低の配信を、その結果自分に降りかかってきた報いを。だからさ、ごめん、部屋にあげてしまってごめん。本当は優しくしてもらうべきじゃなかった。その行為が正しいか正しくないかを考える前に、ただ事実だけを刹那に伝え、判断を委ねるのは正直という免罪符を得た最低の逃げかもしれない。今刹那の優しさに触れたらまた判断を間違えるかもしれない。同じ過ちを繰り返すかもしれない。だから刹那は俺のその推測や肯定するかのように、推測を肯定するかのように、ものすごく苦くてやるせない表情をしていたけど、だけどきっと心の中で歯を食いしばり、あの時よりも落ち着いた口調で俺に問いかける。わからない。俺まだ何も決められていない。諦められなくてまた刹那に辛い思いをさせるのか、裏切って今度こそ刹那の悲しみを解放するのか。だから俺は残酷になれてしまう。それともさ、一番バカバカしい選択肢を選んでしまうのか。彼女を選ぶってこと？言うてもこれメタ的なことを言ってしまえば千秋ルートだからね。刹那の前に提示した第三の選択肢は刹那にとってまるで意味のない、ただ俺だけの事情の身勝手な発露。刹那とあいつを比べてあいつを選ぶなんて、そんなバカ世界中にいるかどうか疑問だけど。そんなに私って春樹くんにとってダメな存在なんだ。俺が刹那にとってダメな存在なんだよ。刹那を世界で一番不幸にする疫病神なんだ。
それどころか何も悪くないはずの刹那に罪悪感を抱かせてしまう。取りようによっては攻撃ともなる言葉の刃だった。なんで俺、なんで刹那が来てくれて死ぬほど嬉しかったのに、このまま時が止まってくれたらって思ってしまったほどだったのに。それにさ、あいつのことこれからもずっと女として扱えるのって世界一コロッと騙された俺ぐらいかなって。なるほど、バカだよ、この男はバカだよ。なんで俺別の女のことを話してんだ。あんなひどい裏切り者のことを必死でかばってしまっているんだ。まだわかんないけどな、頭熱のせいで全然まとまってないんだけどな。そうだ、熱のせいだ。だからこんな刹那にひどいことを平気で口にするし、あいつに腹を抱えてケラケラと嘲笑とし されそうなことも読めない。やっぱり平気で口にしてしまう。天才で冷酷で無慈悲で論理感がなくて、女どころか人としてかなりヤバいやつなのは間違いないけど、それでもバカで俺にとってはいいやつで大切な恩人だ。俺の今の感情をストレートにダダ漏れにしてしまう。なんだよそれ、あいつは俺が必要とするようなやつじゃなかったのに。それどころか俺でさえ構成させられるかわからないようなじゃじゃ馬だってのに、俺あいつのことをまだ好きなのか、あいつが必要なのか、それともあいつには俺が必要だって 99% 以上は勘違いだと思うけどさ。そっか、そういうことか。ああ、ここで刹那はなんかいろいろ察したのかな。刹那の言うそういうことがどういう意味かはわからないけど、まあそういうことだよ。すまない、刹那、違う。うわっ、めっちゃ泣いてんじゃん。強くて優しくて、そしてなんて愚かな女。ここで本音出さないなんて、私には理解できない。できなくて当然だよ。だって私の演技完璧だったでしょ。演技対決勝者なし。これは誰も幸せになんないよ。なんだよこれ。2月10日また結構進んだな。北原くんの答案がないので不思議に思ってはいた。学校復帰したのかな。はい、じゃあちょっと今回はここで一回区切りましょうか。なるほど、千秋と刹那面白かったですね。これでもどうな常にどうなるのか先の展開なんか全然わからないんだけど、でもやっぱり千秋の本当の部分を探すっていうのはテーマになると思う。絶対刹那も言っていたけど、一人の女性なんだよっていうことですよね。本質はきっとね、テーマになっているのは。ただ2月末もう今月末にあと20日程度で舞台届かない恋が始まるんだよね。それもどうなんだろう。怖いもの見たさで見てみたいけどね。さあこれはいよいよクライマックスではないか。でもなんだろうな、ちょっと物語がこうの、なんて言っていいかわかんねえよ。よう終わろうか。はい、今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。